どうもこんにちは、ざわチャンネルです。さあ、前回に引き続きまして第308回立体大記録会実況動画第2弾、今日ねお届けする実況動画は、日体大記録会の男子 5000m16 組目と、いうことでね、やはり、こちらの組注目すべきは佐久長聖高校13分台トリオがエントリーと。いやもう前の組でもね、遠藤選手が13分台を叩き出しまして、さあ果たしてその好記録を前にして、こちらね、佐久長聖勢がどこまでこの13分台自己ベストをまたさらに、伸ばすことができるのか、こちら大注目でいってみたいなと思います。それでは日体大記録会男子 5000m16 組、まもなくスタートです。行ってみましょう。さあ、スタートいたしました第308回、日体大、長距離記録会、男子 5000m16 組目と、いうことでね。そして、先ほどね、佐久長聖高校、お名前ご紹介いたしましたけれども、大牟田高校からは、高校総体の 1500m チャンピオン、谷本幸四郎選手もね、自身初の13分台を狙って、こちらエントリーしておりますので、さあこちらの選手の、走りにもね注目しっかりしていきたいなというふうに思うんですけれども、そしてまた今映っておりますなんと、本当はね、最終組の後に行われます日体大チャレンジゲームズ、こちらの方にエントリーしておりました相澤晃選手、旭化成、こちらがですね、スライドエントリーということで、1万メートル、日本選手権ね12月にあるんですけども、それに向けての調整、まず第一歩目ということではあると思うんですけれども、さあこの相澤選手の走りにもね、本当に注目が集まるところです。さあ、順天堂大学の選手2人を先頭に 400m 通過いたしました。67秒と、いうことでね、今現在、そうですよね、高校生の今季の最高記録ですよねが、仙台育英の大浜選手、こちらの13分、52秒42なので、このタイムですよね、目安はね、13分50秒前後、やっぱりこの50秒というところにね、高校生また一つの、壁があると思いますので、この50秒切りが一つの、目安になってくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、だいたい 400m66 から、67秒ぐらいでね、ラップを刻んでいければ、そのあたりのタイムに、フィニッシュするということもありますので、まずは最初の1周目、無難にね、ペース順天堂大学の2人がね、刻んでいるんじゃないかなというふうに、思います。さあ、バックストレート、さあ前に出ましたのはゼッケン17番、さあこちら森本選手、さあ順天堂大学2人がねしっかりとペースを作っております。 800m の通過は2分15秒、さあこの1周ちょっと落ちましたかね、68秒と、いうことですけれども、おそらくね途中まで、こちら、村尾選手そして森本選手の2人がね、ペースを作っていくんじゃないかなと。そしてその後ろには駒澤大学11番小山翔也選手、1年目からね、13分台をマークしております。調子もねしっかりと上がってきてるんじゃないかなというふうにも思いますので、さあ 1000m の通過です。2分45秒と、さあきっちりと2分45回してきたでしょうか。これでいけばね、単純計算ではありますけれども、フィニッシュ予想、13分45秒という計算になりますので、最初の 1000m はね理想的なタイムで通過したんじゃないかなというふうに思います。さあ先頭を引っ張りますのはゼッケン19番、村尾選手、さあ、佐久長聖高校の、ね、後輩を、ね、しっかりとペースメイクするといったところでしょうか。さあ 1200m は3分19秒、ちょっとペースが上がりました。64秒、ちょっとペースが急激に、上がったでしょうか。さあちょっとね佐久長聖高校のオーダーではなかったんですかね、この50秒というラインはね。やはり40秒前後のタイムになってもね不思議ではない選手たちがね集まってもいるので、さあこの辺り果たしてどのように、まだ序盤ですからね、中盤終盤進んでいくのか注目していきたいところです。さあ谷本浩一郎選手は集団後方、そんなにね、先頭で、レースを進める形ではないのでしょうか。相澤晃選手の隣に、しっかりとマークしております。やっぱり序盤ちょっとねペースが結構上げ下げがあるので、遠藤日向選手の、先方ではないですけれども、後方で、序盤をね、位置しておいて最後、徐々に上げていくというね、走り方なのかもしれませんね。さあ 1600m 通過しております。4分25秒66秒と、さあペースが戻ってきました。この辺りのペースでね、安定してきてくれると、高校生たちもね、走りやすいんじゃないかなというふうには思うんですけれども、さあ依然レースを引っ張りますのはゼッケン19番村尾選手、そして、佐久長聖高校は浜口、永原、そして山口と、いやー、浜口選手がね今ね佐久長聖高校の先頭ですからね、乗りに乗っていると、高校総体でもね、ラストのね、鬼スパートで 5000m13 分台、そして8位入賞まで持ってきましたからね。さあこのハイペースでもこの浜口選手の、ラストスパートがまた生きてくるのかどうかというところに注目したいと思います。さあ後輩のね、後陣を拝するわけにはいきません。山口、そして永原、さあ永原選手もね圧倒的なスピード、スタミナでね、高校総体 3000m 障害、日本新記録でね、制してますので、さあ5分32秒は 2000m の通過、この1周は67秒、そして 1000m のラップちょっと落ちましたね、2分47秒ということで、大体この辺りでフィニッシュ、タイムがね13分50秒前後になってくるんじゃないかなというふうに思います。さあ順天堂大学19番村尾選手どうですかね、3000m ぐらいまで、引っ張ってくるのかなというところとは思うんですけどもね。さあコース分けではね、高見沢監督もねしっかりと、エールを送ってると思います。さあこちら相澤選手、そしてその隣にメイクス鬼塚選手、さあ2015年度卒業のね、モンスタージェネレーション、さああの2人がねこうランデブーをするというねレースっていうのもかなりね、駅伝ファンとしては待ちに待っていたんじゃないかなというふうにも思うんですけどもね。さあ高校時代はね共に13分で渡り出した2人がまたこの、日体大県市大で相まみえるというところでしょうか。さあ 2400m 通過です。6分40秒ちょっとした68秒、さあどうでしょうか、大体やっぱ67はね超えたくないかなというふうには思うんですけどもね。さあこの辺り、さあちょっとねもうちょっとここは辛抱しないと後半タイムがね、厳しくなってくると思いますので、さあどうなってくるのか。さあコースアウト側には本田、川瀬翔也選手の姿も見えます。さあ依然先頭は19番村尾選手、さあちょっと集団詰まってきたでしょうか、ちょっとペースが落ちてきたのかなという、ね、感じもしますけどもね。さあ淡々とレースは進んでおります。さあ村尾選手が依然として引っ張りまして、佐久長聖高校先頭に出ましたのは山口選手、さあ一気にちょっとやっぱりペースが落ちたんですかね。さあこのままではというところで、山口選手が一気にペースを上げようと前に出てまいりました。それに続くのは永原選手、さあこちらで 2800m の通過7分49秒69秒、そうですねやっぱり落ちてましたね。さあここで山口選手がスイッチを入れてきました。一気に、ね、ペースを上げて、集団を、ねしっかりと引き上げようかというところですけれども、さあ佐久長聖トリオ、そしてその横には牟田祐樹選手、ロディスティードで、ね、その後ろに、駒澤大学挟むんですけれども、藤沢翔陵の、ね中川選手も、ね、しっかりとこのペース食らいついてるんですよね。さあ 3000m を通過いたしました8分20秒、さあこの 1000m は2分48秒と、さあ谷本選手どうでしょうか、ここから徐々にポジションを上げてくるのか、谷原選手もねそろそろここから、動いてこないとちょっとね、リズムに乗れなくなってしまうので、さあ果たして、谷本浩一郎ここからの追い上げはあるのかというところではありますけれども、さあ依然快調にペースを作っていくのは佐久長聖トリオ、さあ今現在先頭は浜口選手でしょうか。さあ 3200m 通過です。8分54秒。さあこの1周上がりました。65秒と、さあ一気にペース上がりました。山口選手がまずは動いて、そして今、浜口大和、佐久長聖高校2年生、こちらがペースを、牟田選手とともに作っているという状況です。そしてその佐久長聖高校にしっかり食らいつくのが藤沢翔陵、中川選手。ちょっとね、今年のデータがね、全然ないので、去年ね、14分30秒切りですかぐらいのタイムでは走っているんですけれども、このね、9月の日体大にバッチリと合わせてきたというかのごとくの快走を見せております、藤沢翔陵高校、中川選手。さあ谷本どうした。ちょっと監督のね、赤池先生もね、ちょっと直前にやった 3000m でパフォーマンス不足だったのが気になるというふうにはおっしゃっていたんですけれども、なかなかペースを上げられない、谷本選手。さあどうなるのか。さあこちらで 3600m、10分1秒67秒と、さあ戻してまいりました。さあこのまま 4000m まで進んでいくんでしょうか。やっとまだちょっとね、佐久長聖高校、牟田選手がいい感じにね、ペースを作ってきてくれているので、結構これいいですよね。今ちょっとインターバルになっていますよね。さあ集団も固まってまいりました。さあここで相澤晃選手もじりじりと前の方にポジションを上げてくるという形。さあ佐久長聖高校の後ろにピタリと張り付きます。さあこちら、スペースが空きまして、この集団に大牟田高校谷本、そして洛北高校三宅。さあ三宅選手もね、洛北高校初の13分台、期待がね、高まる選手なんですけれども、ちょっと今年ね、故障で、出遅れ感がありますけれどもね、秋シーズンしっかりと、去年のようにね戻してきてほしいなというふうにも思うんですけどもね。さあ出てまいりました。現在先頭は永原選手でしょうか。 4000m 通過いたしました。11分8秒67秒。さあしっかりとキープ。さあここからの 1000m ですね。永原、浜口、そして相澤、その後ろには牟田、そして山口と。さあ浜口、これはまた大幅自己ベスト記録更新の予感。さあ中原選手もね、やっぱりもう50秒切りではなくてね、もう佐藤悠基選手とかね、あと佐藤清春さんぐらいのね記録狙ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもね。さあラスト2周、一気に集団ペースが上がりまして、集団がばらけてまいりました。さあこちらの集団引っ張るのはゼッケン37番古谷金属石部。さあこの集団に谷本がいるんですけれども、さあどうでしょうか。大きく遅れている。さあまもなく先頭は 4400m。 さあここで、通過してまいります。 4400m 通過は12分13秒65秒と、さあじりじりとペースさらに上がってくる。永原、そしてそれについていく浜口、そして相澤、牟田と、ちょっと山口選手は遅れたでしょうか。さあフォアブストレート、昴森田も上がってくるか。大阪ガスバンドまで待っている。さあ藤沢翔陵、中川どうだ。さあここで相澤選手を先頭にラスト1周。相澤選手もギアを変えた。それについてくる浜口、そして永原、牟田はちょっと遅れたか。さあ相澤、さあ永原どうだ。浜口は懸命に食らいつく。永原ちょっとペースが、バックストレート。さあどうだ。スピードには自信のある浜口が相澤選手をぴったりとマークしている。 4800m 通過は13分10秒、なんと57秒。この1周60秒切り、一気にペースが上がった。さあ勝負はホームストレート。さあどうですかね、これスピード勝負ではちょっとわからないですよ。さあラスト1周、相澤の横に並びかける浜口大和。浜口がかわした、浜口がかわした、相澤をかわして浜口が1着フィニッシュ。そして2着に相澤、3着永原、そして4着にスピード牟田、5着に森田と、さあ6着バンドを入りまして、7着まだ50秒台、山口自己ベスト更新。さあ集団ドロッと入ってきますけれども、ちょっと藤沢翔陵高校中川選手もこれ13分台入ってきたんじゃ、おっと大牟田高校谷本虎一、このレースも13分台達成はならずといったところでしょうか。いやー、一気にねちょっとペースがね上がりましたよね。ちょっとこれもう一回ラスト1周ね、浜口選手の鬼スパートを、見てみたいなと思います。さあここで、ホームストレート戻ってまいりました。浜口選手がね、こちら先頭で、ホームストレートを走っているところから、横から相澤選手が前に出てきまして、先頭でラスト1周と、さあタイマーもスタートしております。さあ一気にねペース上がりましたからね。さあ相澤、浜口、そして永原と、もう他の選手は完全に置いてかれましたからね。牟田選手以下、そして永原選手もこのスピードにちょっとついていけない。永原選手もねやっぱスピードはあるんですけどもね、この2人のスピードがちょっと一枚上手だったのかなというところでラスト200。さあここから逃げる相澤、追いかける浜口、猛チャージ。さあ最後のホームストレート、最終コーナーを曲がって浜口が外からかぶせてくる。相澤もう足が残っていないか。ここは浜口一気に前に出た、一気に前に出た。そして1着でフィニッシュ、そして2着相澤、3着永原と、いやちょっとラストキックの差がね、出たのかなという感じではありますけれども、なんとこの1周55秒と、いうことでね、これ見てください。 1000m のラップを見てもですね、ラスト2分30まで上がってるんですよね。2分38とか、ね、7とかっていうのはあるんですけれども、これ最後2分30まで上がっていると、いうことで、さあ佐久長聖高校しっかりとね、おのおのが自己ベストをさらに更新してくるという、結果に終わりまして、そしてね、関東賞ですよね、中川選手、藤沢翔陵高校、こちらもしっかりと13分台をマークしてくるという結果に終わりました。こちら、第16組で、ございます。さあ日体大記録会実況動画、まだまだ続きます。次回のレースでお会いしましょう。ありがとうございました。